じゃん、はいはい、ティータイム。はい、マリオさん、当然もちろん、はい、当たり前のように、はい、こちら上本町ハイハイタウンから、はい、私、住川博士と竹内まりなでお送りさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。マリナさん、はい、今もうあのバルが大好評で開催中でございます。はい、こちら、はい、500円と1000円、はい、ね、うん、で、51店舗、はい、すごいですね。はい、行ったことあるお店から、もうね、私も行ったことないお店まで、はい、いや、ほんまね、マリナさんね、うん、ちらっと言いましたけど、はい、小耳に挟みましたけどもね、はい、ほんまに大好評らしいです、はい、どの店も、うん、はい、ですのでね、マリナさんね、この機会に今まで一回も行ったことないでとか、ちょっとあの店気になってんねんけどなというようなところがあれば、はい、このバルをね、利用してぜひとも足を運んでいただいてね、はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、またこのバルの詳しい情報はこれね、機内にありますラックの方を取っていただいたらいっぱい入ってますので、はいはい、どん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 取っていってもらったらなと思います。はい、はい、で、マリナさんね、うん、今ふと思ったんですけど、はい、この500円バル、1000円バルっていうのは普通バルでチケットありますけど、これはもうチケットなしで、これはね、はい、このチケット、このチラシをちぎってもらって、あ、なるほどね、お店さんに持っていってもらったら、このチケットがその何ですか、つづりの代わりで、はい、これこのチケット、この紙と500円、はい、私1000円を一緒に値切りしめてもいただいてですね、うん、でお店さんに一緒に今日って出してもらったバルメニューを楽しめるということになりますので、ちょっとこれね、家に忘れてきたっていう人いましたら、まあ、うん、ハイハイタウンの店内のどっか探してもらって、ラック探していただいて、はい、そこから取ってもらってちぎってもらってっていうのも、まあ、可能っちゃ可能です。あ、じゃあ必ずこのチケットが必要ということですね、はいはい、こちらが必要になってますので、ね、わかりました、はい、皆さんお願いいたします。その辺は、ご注意いただいてね、はい、必ずこのチケットを持っていただいて、はい、お店の方へお越しください、はいはい、でね、このね、バル開催中にチケットは2つあるんです、うん、はい、はい、こちらまずは音バルですね、はい、もうバルの頭尾を飾る音バルでございましてね、はいはい、こちらは音楽イベントとなってますけども、まあ、音楽のみならずお笑いの方とかね、いろんなこのパフォーマーの方が出演されると思いますんでね、はい、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、こちらが7月18日の金曜日、スタートが17時半から20時半、夜の5時半から8時半となっております、はい、入場無料となっておりますので、ぜひぜひお立ち寄りください、うん、そしてマリナさん、はい、7月20日ですけども、プロレスリング支援が再び三度ですか、このハイハイアリーナのリングに登場しますよ、はい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 、頂上決戦第2弾です、はい、はい、今回もね、第2部構成となっております、うん、第1部の方が1時から、第2部が4時からとなっております、はい、こちらもね、観戦無料、うん、観戦っていうんですね、やっぱりね、はい、観戦ですよ、はい、観戦無料となっておりますのでね、ぜひぜひお立ち寄りください。で、マリナさんもね、プロレスリング今まで一回も見たことなかったけども、はい、初めてハイハイアリーナでこのプロレスリング支援さんの試合を見てすっかりハマってましたもんね。そう、面白かったですよ、うん、音がすごかった、まずね、うん、バーンってね、ほんまにやってますからね、ぜひ、はい、とも楽しんでください、はい、ではマリナさん、はい、お店の方、はい、早速行きたいと思いますけど、はい、今日のお店さんはこちら、バルにも参加されてます、はい、風の物語さん。マリナさんね、なんとね、何、このハイハイ、はい、ティータイム始まって以来、はい、もう喫茶店ですよ。あ、喫茶店、今まで飲み屋さん多かったでしょ。多かった多かった。あと、まあ、エステのお店だったりとか、喫茶店っていうのは今までなかったです。なかった。でもね、ハイハイティータイムなんですから、あ、一番ね、一番それらしいお店なんですよ名前と合ってるわけ。そうなんですもう満を持してですよ、だから満を持してね、はい、しかもね、はい、なんか昭和レトロな雰囲気のお店らしいんで、うん、楽しみですよ。私は昭和レトロ家電芸人ですから。あ、そうかそうか、言えましたね。はい、こちらです。何これ、いきなりなんかお人形さんが植えるかもしれません。お前ら、お邪魔しよう。はい、では早速お邪魔しましょうか、マリアさん。はい、もうこの外観の方が楽しいですね。はい、じゃあ早速お邪魔しましょう。はい、失礼します。こちらでございます。はい、マリナさん、はい、お店の中にお邪魔しましたけどもね、はい、お忙しい中で、ね、もう仕事をお仕事しながら、はい、ご出演していただいてますから、ね、早速、はい、このマスターにご紹介をしていただきましょう。お願いします。カフェレスト風の物語の鹿島名です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではマリナさん、はい、早速いろいろとね、聞いて いきたいと思います、はいはい、まず一番気になってるのが、このね、お店の屋号ですよね、名前、風の物語、うん、これは一体どういう意味なんですか。なんでこの風の物語になったんですか。僕の多分
性格なんだよね。風みたいな、フラ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 そういうそういうその、それからなんかのラジオの番組のこうパーソナリティが喋ってる彼を聞いてヒントを得て店を持つ時にはこれをしよう。でもマスターね、なぜねこの風の物語というお店の名前にしたんですかと、もし今後も聞かれると思うんですよ、うん、覚えやすいからです。これからもこうしましょうマスター。僕は考えました、はい、僕はもう考えました、はい、なぜ風の物語になったのかというの、うん、マリアさん、はい、マスターはこう見えてもね、元レーサーなんです。元レーサーレーサーなんですよ、はい、だからこのお店にも、はい、レーシングカーの写真が飾ってます、はい、だからね風を切って走っとったマスターですから、その時にレーサーとしてのね、いろいろな思い出、エピソード、ね、あるんですよ、詰まってるんですよ。だから風の物語というね、お店のこの名前になったんですね、マスター。いや、そこはそうです。あんまりかっこよく言わんといてほしいな。でもあれですよね、さっきお店出そうと思ったらそうしようと決めてたんですよってことは、ここをされるって思う前からもうするとしたらもうその名前で行こうって決めらんと。実際そのレースやってて、まあプロになられへんかったら次の仕事考えてた時にサービス業をやって、はい、今まで機械相手だったから人間相手の180度変えた仕事に就こうって、でその時にいろんなこと考えて、うん、覚えやすい名前にしよう思ってこの名前にしたのかな。あくまでも私の考えた理由、いやいやいや、マスターね。だってマスターではマスターのその、うん、ね、その名前に至った経緯があるんですから、うん、そこはやっぱり大事にしていかないといけないですよ。そうですか。でもそもそもそのレーサーをされてたっていうのはやっぱり何かきっかけがあったりとかあったんですね。うん、そうやね。やっぱり大人になる時に僕には何も自信がなかったから、自信をつけるために仕事を探して夢のある、なんてやりがいのある仕事を、その時につけてたんが、そんなにやりがいのある仕事じゃなかったし、夢のある仕事じゃなかったから、僕もその小さい時から夢のレーサーになることを先やって、自信をつけたかった。自信をつけたかった。で、もう小さい頃からそのレーサーっていうのは目指したかった。それはもう小学校ぐらいの時からテレビとか見てね。はい、それになりたいと思って、でとりあえずやらんと自信がつかないから、一歩一歩やって10年間やった、はい、10年間、10年間、でも10年間で実際走ったのは4年なんですよ、はい、地方で2年、鈴鹿で2年、うん、であとの6年は積み重ねて借金払い、資金作りの6年、それを4年走るために6年間、うん、まあ、いや走ってやめて走ってやめての繰り返しなんですけど、うん、最後の2年は鈴鹿で頑張る。2年間ね、でも鈴鹿で2年間ってなかなかできないですよ。レーサーってね、マリナさんってめちゃくちゃ体力もいるんですよ。ただ単に車乗ってるだけじゃないですよ。違うんですか？違います、うん、めちゃくちゃ体力いるんですよ。だからレーサーの首なんかもうぬそ太いんですよ。もうぐんぐん怒られますから、耐えれるように、ね、え、もうぬそ1時かかりますしね、ねえ、マスターそうそう、あれでも僕らの車ってそんなにはスピード出ない、ね、そんなに言うても、そんなに言うても全然謙遜ですね、今のね220キロ、もうマリナさんがこっちからスピード取ってるよ、ね、平均時速で150キロぐらいかなって感じ、うん、そのぐらいで、最高速はそんなには出ない、220ぐらいかな、うん、それでも道が広いし、はい、一方通行やから、うんうん、行動力安心です。ってことはマリナさんでも迷うへんよね。ね、めっちゃ方向音痴迷わないです。でも邪魔になるやろね。うまい、マスターうまい。トロトロ入ってね。もう邪魔になる。いや、怖い怖い言ってね。肩たたたたありますよ。邪魔やから、どこ行きに行って。まあ、マリアさん、はいはいはい、私としては、うん、このレースの話、車の話いうのを、うん、もう1時間、2時間に行きたいんですけど、はいはいはい、
マスターのこのお店、風の物語のね、はい、PR をしていただかないといけないんで、その辺のことをちょっと聞きましょうよ、はい、でね、事前にお聞きしてるところによると、はい、マスターのところのね、この風の物語さんはハンバーグがとにかく大人気あると聞いたんですよ、はい、手作りハンバーグね。そうです、この店が3軒目なんですけど。3軒目？あ、3軒目。同じ名前でですか？そうです。風の物語として西区、はい、西中に、はい、でここの上本町、はい、でこれが8年やってるかな、はい、うん、でも一番自信あったのはハンバーグじゃなかったんです。カレーライスの方が自信あった。カレーライス、はい、で僕はこの店でカレーライスをいっぱい売ろう思ってきたんだけど、はい、お客さんはハンバーグの方が喜んでくれて、はい、で途中から方向転換して、はい、ハンバーグの方に力を入れる。なるほど、はい、うん、でもよく出ますよ。でソースもまたマリナさんね、デミグラスとソースと、また言いましょう、デミグラスソースとおろしポン酢の二通りが選べるんですね。こっちの方がやっぱりあります。夏場になっておろしポン酢をこうするようになったら、やっぱり60% ぐらいの人がおろしポン酢の方へ行くようになったから、まあ、冬場はもうあったかいデミグラスソースだったんやけど、はい、夏場はやっぱりね、毎週買ってきたらなんから、はい、ソースも変えて、いろいろ飽きないように考えてます。やっぱりもう日々そうやって工夫を、うん、ね、お客さんが飽きるようにね。でもね、もうそんだけ美味しいハンバーグやったら飽きる？ないの、もう毎日でも食べたいとお客さんばっかりや思うんですけどね。でね、マリナさんね、この風の物語さんでは日替わりランチね、がもう超おすすめで大人気なんですよ。その日替わりランチの中になんと、この大人気のハンバーグ定食が登場する時があるということなんですよね。あります。あるんですよ。その辺の話はちょっとあ、どうや、今までは月に1回か2回ぐらいしかしてなかったのを、はい、去年の暮れぐらいから週に1回するようになった。週に1回、で、それはマスター事前に分かってるんですか？分かってます。うわ、その情報は出していただいても大丈夫ですか？それは大丈夫、もちろんです。では、マリアさん、早速、はい、7月はどうなってるか、はい、ちょっと教えていただきましょうよ。はい、出ました、はい、これで、はい、ずっとやんなんやけど、はい、水曜日にうちはハンバーグを1月からずっとやってるんですよ。あ、日替わりランチにハンバーグが、ハンバーグがもうメインなんですよ、はい、うん、それでやってます、はいはい、ってことは7月はこの2日9日16、23、30と、はい、ハンバーグデーということですね。そうです。これはやっぱりマスターあれですか、あの値段的に、うん、お値段的にやっぱりお得に、お得、そうですね、お得だし、あったかいその手作りをそのまま出せるから、はい、まあ、この日に来てくれたら一番美味しい状態で一番に食べよう、うん、召し上がれば、はい、私の後ね、すっごく気になったのがあったんですけど、はい、入り口にあったね、はい、人形さん、お人形さん、うん、あれはね、前の店で雇ってた女の子が僕にプレゼントしてくれた、はい、うん、また大きいものをプレゼントしてくれた、ね、家にあったものがプレゼントしてくれた。それは訳があるんです、うん、東京へ引っ越していくために邪魔になるからね、はい、プレゼントというよりはなんか落ちちゃったね。でも僕の店に合うから、うん、そう、僕もそれからもらいます。確かに合います。たまにね、あの子がなんかクイズを持ってる人があるって聞いたんですけど、あ、チラッとね、最近はしてない。え、そうなんですか？クイズみたいな、謎謎謎謎、そうそうそう、で、あの謎謎をなんかこう答えがなんか出るんですか？アイスコーヒーいっぱいとかじゃなくて、チョコレートがいくとか。あ、でもね、嬉しい、嬉しいですね。まずそれ、ぶっかけやってほしいですね。でもなかなかね、そのアイデアがね、浮かんでこない。僕は一つ飲んだら謎々出しましょうか、はいはい、これね、僕はやっぱり落語家ですから、はい、昔の謎々出します。江戸時代からある謎々があるんですよ、はい、
奈良の話ですけどね、はい、奈良の大仏さんと大仏殿ね、はい、どっちが大きいですかって。なぞなぞなんですか。うん、なぞなぞ。大仏さんと大仏殿とどっちが大きいかって。これ江戸時代かな。どっちやろ。でも大仏殿だから、うん、その大仏を祭ってるみたいな感じですよね。だから祭ってるから入ってんねんね。中に入ってるってことやから、うん、殿の方が大きい。殿の方が大きい、うんうん、マスター、それだったらなぞなぞにならない。そっか、さすがマスター、さすがレーサーやね、読むね。やっぱりちょっとストレートすぎるから。まだまだでした私。でもその答えのそのからくりがわからないな、なんでだろう。あ、マスターの言わはるとおりなんですよ、うん、マリナさんがストレートすぎてね。はい、あの、なんていうんですかね、大仏の方が大きいです、うん、正解は。え、なんで座ってるから、立ったら天井突き破る。ああ、うん、これ出してください。今でも答え言っちゃってる。あ、そうか。なんかこれ見られた方はお得やね。なるほどね、はい、分かるっていうね。マスター、マスターやったよ、マリナちゃん。私マスターだった。マリナちゃんね、あのね、あの、まあ、なぞなぞ置いといて、うん、まあ、ハンバーグというのは一番人気メニューなんですけどもね、自慢の、はい、でもこれから何かマスターで新たな新メニューというのは何か構想がありますか、考えられてる。それは日に考えてますよ、ね、例えば何か。ああ、今んとこはもうギリギリの状態やから。はい、あ、例えば何か。でもそれはね、はい、新しいメニュー、定番のメニューじゃなくて、そういうメニューは日替わりランチの一部として出していくから、新しいものを考えたらそういうのに出して、評判が良くあって、あ、だそれが定番メニューになっていく。でも今でもすごいね、メニューいろんな種類。やっぱマリナさん、例えばね、ここに鶏そぼろ丼なんかもあるんですよ。普通喫茶店で鶏そぼろ丼置いてるとこなんかないですよね。私目の前にはカレーとナポリのハーフハーフとかね、トッピングあるでね、いっぱいありますよ、はい、コロッケ、唐揚げ、ミンチカツ、エビフライ、カンカツ、ハンバーグ、めちゃくちゃトッピングあるじゃないですか。あります。どんだけあるんですか、うん、それだけ全部トッピングやったらえらい値段になる。一回来てください。一回試してみて。多分乗らないと思う。ちょっと横にもね、ちょっとお試しくださいけど、好きなんから入れてくださいみたいなね。それなんかサヌキうどんみたいなんですよね。もう好きなもん取っていくみたいな。でもトッピング出しても結構ボリュームがあるから、あのそれストレートでシンプルに食べていくはる人も結構いる。だ、マスター当然はモーニングサービスもされてるんですか。やってますよ、ね、それと気になるんですよね、はい、内容がね、モーニングサービス。あー、でも、5種類あるんですけど。5種類、へー、うん、例えばモーニングサービスの中で一番の人気は何ですか。サンドイッチのモーニングが、はい、もうシンプルにトーストを。トースト、うん、これも、なんて言うんやろ、はい、一緒のもんだったら飽きちゃうから、いろんなものをチョイスしてくれてるし、はい、本当に卵トースト好きだったら卵トーストばっかしの人もいるし、プレゼントの時のこの人の気分で、トーストもトーストだけで飽きるから、バターとジャムとブルーベリーとか、そういうのを5種類裏置いて、それでやってる。これマリナさんね、やっぱりこの場所柄、あのサラリーマンの方、OL さんも多いですから、やっぱりね、この朝のモーニングサービス充実しとったら嬉しいんですよ、うん、ちょっとマスターとこ寄って朝飯食ってから仕事行こうかっていうね。頑張りますので、はい、朝ご飯まで大事やから、うん、で、そんだけ5種類もあってね、バターであったり、ジャムであったり、サンドイッチも豊富やくね、飽きないですよ、1週間通っても飽きないですよ、うん、ね、来てください。マスターうまいですね。じゃあマリアさんね、はい、そういうサラリーマンの方とか、まだ、仕事終わりの方も来られるだろうしね、はい、またこう打ち合わせとかね、仕事のちょっとしたほら、はい、そういうのでも使われると思いますから、ちょっと営業の時間帯なんかをね、はい、定休日と営業時間と、はい、定休日は定休なんですよ、はい、月に1回、はい、うん、日曜日やねんけど、第3になるか第4になるか、はい、それはわからないけど、僕のその用事の数で。さすが風の物語やね。させていただいてます。そうそう、風やね。でも、
安本君はもう前もって2、3週間前から張り紙してたんで、はい、ね、自由気ままで、もう熊の自由だみたいな営業時間は朝の9時から夜の8時までなんですけど、土日祝だけは夕方5時で終わります。間の時間もずっと空いてるんですか？空いてますよ。ランチの合間とか、そのランチの合間とか、たまにね、モーニングとランチの合間とか、そんな感じになります。ずっと、もうずっと空いてます。フルで。じゃあランチメニューの時間とかあったり、ランチメニューはとりあえず売り切れなくて、なかったら夕方5時までやってる。嬉しいですね。売り切れてしまったらちょっともうその時点で、うん、でもまずは売り切れないようには準備はしてる、ほとんど準備はしてる。モーニングサービスは10時半ぐらいまでですか？10時、11時です。11時です。それからランチタイムになってしまうから、はい、では、はい、マリアさん、お時間ももうそろそろですからね、はい、もうこれは毎回出ていただいた方にお聞きしてるんですけどもね、はい、2014年、うん、まあ、もう上半期はね、もう終わりですけどね、まだ下半期ございますから、2014年のそのマスターの目標、自分自身個人の目標でもいいですし、このお店、風の物語の目標でもいいんで、これだけはなんか挑戦するとか、成し遂げるとか、やり遂げるみたいなことがあればね、ちょっとカメラの方に向かってお願いします。なんだろうね、来てくれるお客さんはみんな好きになる。はい、そしたら、美味しいものを出す、うん、それはずっとポッドとしてやってる、うん、そのぐらいかな、もうそのもっとずっと、そうそうそう、あ、折れないように、はい、そんな時でも、うん、そんなぐらいやないや、でもマリアさんね、素敵でそんなぐらいやなってなかなかこれできないですよ、人間同じことをね、こうなんかどんなに気持ちを持ち続けるって大変なんですよ。絶対心折れそうになったりとかいらんのことあるんですよ。さすが元レーサーですからね。その辺はやっぱりね、心身ともに強いですわ。マスターはおっとりしてるように見えてね。ねえ、いざハンドル持ったらその人間太郎なんですよ。今は包丁とフライパンだ。やっぱりこう持った時にはもう目もキュッとなってね、そうですよね、もうそれはもう職人の顔になると思いますわ、はい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 、これからね、もうまだマスターにちょっとフライパン振ってもらうとダメだから、まだ営業ですかね、どうもお忙しい中ありがとうございました。はい、はい、皆さんもぜひともね、風の物語お越しいただいて、またこのマスターがね、レースやってる時の話なんかまたね、聞けるかも分かりませんしね、またそうやってレース好きや車好きやいう方も来ていただいたら楽しめると思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回も元気にお会いしましょう。バイバイ。